セミファイナルバトルです。長い戦いにもかかわらず、ポケモンたちはまだまだやる気十分です。鋭い攻撃。これで素早さと引き換えに強くなりました。ちょっと持っていた道具で体力を回復です。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、これは当たった。まずまずのダメージ。まだ攻撃には移らない。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、ここでヒット、いい感じです。ここで波乗りだ。よし、あーっと崩れ落ちた。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここで堂々の登場だ。白熱したバトルが続いております。これはどうだ。軽く当たった。ここで10万ボルトだ。効果は抜群だ。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでネイティの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。おーっと、大物の身で体力回復です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。さあ、今度は軽いヒット。ここで冷凍ビーム、逆転をついた。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。果たしてどちらなのでありましょうか。あっと、ポケモンチェン、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでエレキッドの登場だ。さあ、まずはあまり効き目がありません。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでポケモンをチェンジだ。ここでカラカラの登場だ。さあ、これは攻撃を全く受け付けません。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。今、両者戦闘態勢に入って、激しい攻撃、決まった。これは効果的だ。これはどうだ。ヒット、いい感じです。
おっと血の道打ちで体力回復です。さあ熱戦が続いております。両者とも睨み合ったまま動きません。ポケモンがモンスターボールに戻ります。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。この攻撃おっとあまり効いていない。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。さて鋭い攻撃、よしヒット、ここで一発狙いです。ここでノックアウト。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでケーシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対3、まだまだ勝負は始まったばかりです。ここで大トキネシス、いい当たり、ここでダウンです。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでストライクの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者激しく火花を散らしております。強い攻撃、逆転をついた。激しい攻撃、当たった。まずまずのダメージ。おっと持っていた道具で体力を回復です。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。ここで冷凍パンチ、よし、あーっと崩れ落ちた。さあポケモンは残り1匹、ボールが開いてポケモンが姿を現します。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。この攻撃、これは有効だ。これはどうだ、ヒット、いい感じです。おっと黄金の実で体力回復です。さあ熱いバトルが展開されております。いった、効き目十分。さあこの場面でいい当たり。さあ両者とも疲れが見えております。ここで雷パン、よし当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。おめでとう、チャンピオン決定。